この出演者の顔ぶれを見て、こんな人がこんな組み合わせでびっくりしたんじゃないでしょうか。今年5年目を迎えたマウント富士ジャズフェスティバル、ウィントン・マルサリスが、ディズィ・ガレスピーが、新生ラッシェル・フェレルが、そのバンドと様々な組み合わせで演奏します。一部二部二つに分けた2時間半のジャズの祭典、お楽しみください。この番組は美味しさを広げる SB 食品、キリン、エネルギーとエレクトロニクスの東芝、 NTT 日本石油、 ANA 全日空、シック、MMC 三菱自動車、アートネイチャー、文化シャッターがお送りします。
Japan is excitement. Mount Fuji is excitement. Blue Note is excitement. You are excitement.
Mozart. This is one of the first things of Blue Note. And this one's called Organ Grinder Swing. Organ Grinder Swing. Thank you.
どうもありがとう。
George Adams. George Adams. Joe Lovano. 熱狂のジャムセッションでしたね、3日のうち初日のプログラムが終わりました。引き続いて第2部、こちらがすごい。さあ第2部に行きましょう、いつも思うんですけど、このフェスティバルは雄大なロケーション、サマースポーツもいろいろ、夏と富士山と山中湖と、それに加えてジャズをひとまとめに楽しめる素晴らしいお祭りですね。今年は特に顔触れが素敵なんですけど、楽屋がまた楽しくてね、記念写真撮り合ったり、久しぶりに出会って再会を喜んだり、中には住所を交換したりとか、ミュージシャンにとっても素敵なリゾートになっているようです。スポーツ好きのジャズマンもいますけど、ウィントン・マルサリスはフットボールとバスケットボールに目がないようです。さて2日目のプログラムはこの人から始まりました。
ジョン・スコフィールドバンド、テナーのジョー・ロバーノは初日のジャムセッションでジョージ・アダムスと熱演しましたね。ところで今年はあの嬉しいことに女性のジャズマンが、まあ、ジャズウーマンということなんでしょうか、3人もいるという、このイリアーヌとタニア・マリアとそれからラッセル・フェレル、これから登場するんですけど、中でもあのこのブラジル生まれのイリアーヌね、なんかあの楽屋をパッと花が咲いたように楽しくしてくれたっていう感じがありますね。ピータースキーとダンスなんかしちゃって、イリアーヌのこの曲はアントニオ・カルロス・ジョビンの大変ロマンチックな名曲なんです。
treat me so mean. Said I wanna know why, Lord, why you treat me so mean.
どうもありがとうございました。まさか救急車までこの曲を応援してくれるとは思いませんでした。ダラダダダラワテシココエンジョイ。 Don't clap if you don't enjoy, because you're gonna clap like this. Don't do it, so do it. Hey! Aqui! Aqui na nem!Boom, banana, da, da, go. Banana, na, 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 boom, boom, dun, 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 dun. Oh, boom, boom, dun, 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 dun,
Quentin Marsalis, Darren Massey. We'll be right back.
Jimmy Smith. Good morning. 今年はすごい盛り上がったよね。もうすごい楽しかった。やっぱりなんか本当になんかもうみんながもう一体になって家族みたいになってオーディエンスがお客さんがすごかった。また来年会いましょうね。